日向彩子です。今回なんとスリアロに新スタジオができたということで、私が潜入取材に来てしまいました。すごい、まずもうこんななんかしっかりした文字できてるんですけど、中がなんかもう噂ではどえらいことになっているって聞いたので、早速行ってみたいと思います。つるしないペッパーくんです。ここにはもうこのスタジオに案内係としてペッパーくん常にここにいるらしくてね、目合わせてくれるんですけど、なんかいろいろお知らせとかもペッパーくんがしてくれて、つまり人がいらないってことですよね。機械化していく、世の中が機械化していくってことです。これペッパーくんプリンセスリーグの準備中で、緊迫してます。見て、目も合わないでしょ、みんなと。バチガイ、あれコントロールルームです。ちげえって、あれそこ3番だって。よく放送テレビとかもそうだけど、すごい大きな機材が裏にあって、前のスリアロのスタジオにも機材はあったんですけど、こんなにこつくなかった。で、もう多分ガチで、多分なんか番組だけじゃなくて、なんか作っちゃうんだ、組織作っちゃうんだと思う。うん、何か多分制覇しようとしてるんだと思う。もう見て、すでにプリンセスリーグの看板がここに飾ってあります。私も出ます。スリアロの頑張ってるスタッフの皆さんですけど、いかんせんシャイっていう。みんなに、みんな端っこに追いやって。これが対局で、実際にこうやって、こっち顔カメラか、これが手配カメラ、こうやってリハをしてるんですね、大人たちはね。でもやばくない？これタク何個受けるよ。え、ここでパブリックビューイングができるってことですか？やろうと思います。ついてるもん。そうだ、あれ何インチ、あれ何インチなの？ 70? やべえ、テレビ超でけえ。70インチだったらちょっとこの距離じゃ近いもんね。で、およそここに70人は入るらしくて、みんなで決定戦とか流しながら一般の方にも開放することがあるかもっていうレベルで今考えて話進んでるんですって。でも実現したらすごくない？さらにここだけじゃなくて、奥になんか扉あるんですよ。こっちのこの壁だけじゃなくて、ここ見て、なんかもう扉続いてる。行ってみます。段差あります、段差あります。はい、来た。ここじゃーん、実況解説ルームです。すごいね、私ね、正直この部屋が一番好きですね。私、実況やらせてもらうことが何度かあるんですけど、ここに座って見て、この大きいモニター3つで、手配と点カメと選手たちの顔表情も全部見れて喋っていけるんですよ。こんな立派な実況解説ルーム、なかなか出会えない。ちょっと興奮しますね、これを見ると。私が座る日も今日来ました。こんな感じで私がトーン一曲ドラバーピンとか言うわけですね。ここでお部屋があります。行きます。じゃーん、私の荷物が置いてある控室です。荷物だらけ。鏡あって、ねえ、ガラスこうやって隠してて、多分これ鏡出てくるんですね、大きいので。こっちすごいの、あ、キッチン。すごくない？3ついけるよ、同時に。誰が料理するの、これ。収納めちゃくちゃあるし。太陽と月の間、なかなかこのネーミングセンスしないですからね。これ多分人狼ですね。この昼だか、月じゃない、昼の間だ。太陽と昼の間。
これ多分人狼の部屋なんですけど、すごいこだわってない？もうちょっと普通の日本の生活じゃありえないようなドア出てきましたよ。ちょっと行ってみます。開かなくなりました。いらっしゃい。見てください、人狼スペース、太陽と昼の間、すごくない？もう何これ、何モチーフって言うんでしたっけ、こういうの。何、ヨーロッパかな。すごい見て、壁紙が、あ、この壁紙安いやつじゃない、これやばいやつ、しっかりしてるやつだ。そしてこの円卓じゃん。これ何パワーワンなんだけど、これ何するの？これで円卓にみんなで座って、昼夜の人狼やって、どんどん人を減らしてっていうのがやりやすいってことだ。しかもね、この部屋ね、あのね、ボスの趣味らしいの。趣味の部屋なんだって。あ、来たよ、ボス来た。ガオーガオー、これもうプライベートルームですね。あ、僕のプライベートルームです。ここの部屋だけでいくらかかってるんですか？まだ請求が来ておりません。は行ったでしょ。それは行かない。本当？行かない。行った行ったね。この部屋は行ったね。いやいや、この部屋だけでは行かないよ。でもこんなにいろいろいいもの買って、絶対これ高いじゃないですか。これは特注です。え、これ特注です。これ特注なの？これ世の中にありません。え、この部屋の人狼やるためにこれは？はい、これ特注です。これいくらしたんですか？いや、まだ請求来てません。え、でも見積もりぐらい知ってるでしょ。テーブルの値段ぐらい。ガオー。やべえ、これすげえ高いぞ。特注だって、このテーブル。マジか。さあ、こんな感じで人狼の1個目の部屋、超大きかったです。このテーブルは特注です。じゃあ次行くよ。2つ目の、あ、読んだ、2つ目の人狼のお部屋があるんですよ。さらにすごいのがここ、月と夜の間。1個目はすごかったけど、もう1個すげえとこ用意してるってところがすごくないですか？開けてみます。お邪魔します。あー、青い。すごい青い、青色のライト。失礼します。ここで、え、二部構成で人狼ができるってこと？そういうこと？あっちであんなに人数集められるのに、こっちでもこんなに人数集めて人狼できるってこと？どうなってるの？え、なに？え、なんか今日のすごい。お金かかってる、ここも。やばくない？この雰囲気。ちょっと私あそこに座るんで、シュールな。すごくない？すごい、なんかシュールじゃない？こうピンクが浮かない？すごいんだけど、やばい。まあ、こんな感じの人狼のお部屋でした。さあ、というわけでセピアードの新スタジオ全部回ってみました。もうすごいかっこよかった。そこら辺の麻雀のなんかこう、麻雀じゃないスタジオよりもすっごい、多分こんなにハイテクで大きくてこだわってるスタジオなかなか出会えません。なのでぜひ皆さん、もしここに来れる機会があれば、この私と同じ体感を味わってください。とっても素晴らしい会場でした。私も頑張って利用して対局したり実況したりしたいと思います。それでは皆さん、最後までご視聴いただきありがとうございました。番組登録、高評価よろしくお願いします。そしてツイッターもフォローしてください。では、バイバーイ。